5月14日、区内2カ所で地域のお祭りが行われました。小岩小学校周辺では、触れ合い、笑い合い、助け合いをテーマに、第32回小岩中部地域祭りが行われました。式典に先立ち、会場周辺では、地域の小学校などが参加したパレードが行われました。4年ぶりのお祭りになります。ここ小屋小学校も新しく校舎ができ、この会場で初めて大勢の皆さんをお迎えして開催することができました。今日一日楽しく皆さんお過ごしいただきたいと思います。式典に続き、お祭りのポスターをデザインした生徒の表彰や、小岩第一中学校吹奏楽部による青空演奏会が行われました。会場では地域の皆さんによる模擬展のほか、子どもたちに人気のさまざまな催しが行われ、訪れた皆さんは楽しいひとときを過ごしていました。青新町2丁目にある青森大学東京キャンパスと青新町緑道では、広げよう触れ合いの輪をテーマに、第41回青新町臨海町ふれあい祭りが行われました。式典に先立ち、近隣の幼稚園の園児による歌とダンスが披露されました。ここ青森大学のご協力により、オープンキャンパスにも重なって多くの皆様が来場されております。本当にありがとうございます。青新町臨海町の発展のために、広い年代の方々と国際色豊かな地域祭りと学園祭を融合したような心と心の触れ合い祭りを開催していきたいなと思っております。第41回になります青新町臨海町ふれあい祭り、地域の皆さんが作る地域の皆さんのためのお祭りでございます。やっぱりお祭りは最高だと思います。今日は私も皆さんと一緒に楽しませていただきます。どうぞよろしくお願いします。会場には模擬店やイベントコーナーなどが数多く設けられ、お祭りを盛り上げていました。はい、気をつけてね。どちらの会場も多くの皆さんの笑顔で満ち溢れ、思い思いにお祭りを楽しんでいました。